よくこんな戦術思いついたなってレオさん感心した今までありましたいやもう、レオザ学園のシュアーボの原則集見てください。いやマジで、撤退コンプと前進コンプっすよ。あの、ゾーン守備なんていらないから、サッカー界に。ゾーンはいるん、あの、なんとなくのゾーンはいるんだけど、ロックして、ちゃんと撤退して、ツートップが下がる。前プレだけマンマーク、後ろゾーンにしがちじゃん。違う。後ろこそマンマークなんだよ。で、ツートップがボランチ押さえたら後ろ余るから、 基本サボんなかったら、相手のスーパーゴールか自分たちのミスでしか失点しなくなるんだから。マジでこの撤退コンプと前進コンプ、あの、偽サイドバックみたいなのばっかり目指すけど、実際はね、守備のロック、TG、撤退コンプ、前進コンプ。僕シュアゴでやってるの全部発明って言ったら発明ですよ、これ。死んだ後評価されるだろう。だって偽サイドバックなんてうまいやついなきゃできないんだから。ポジション安定したあれ。 僕が言ってる戦術はもう上手くないやつが多いチームほどやって勝つんだからいやだからそこまで考えてないし基本的にあれなんですよねなんかいいとされてるものって脳死でいいってするじゃん実は曲3番までいらないって最近みんな気づいてますよね、うん、みんな1番 A メロ B メロ A メロ B メロ最後 C メロとかで大サビみたいな感じだったけど最近もう A メロ B メロなんなら B メロもいらないみたいなサビ A メロサビ A メロ B メロサビ大サビとかさ結構そういうのいろんな業界であるんだよなだそれのサッカー版 <laughs> でも今までやってきたことって人の体から抜けないからってなったりこれを納得させる監督の力と納得できる選手の脳みそが必要なんですよそうでこの結果出せば認められますっていうのも結果出してないってことは間違ってるっていうのが遅れにつながるんですよランチェスター戦略ってそういうことだからね でかいところが小さいところのいいやり方を取って自分たちに使っちゃう,いうあいつは結果出したないから真似しなくていいよねっていうのが敗者のはず谷江貴橋君いつも参考にさせていただいておりますありがとうございますいつもシュアーボで、えー、シュアーボでツートップ採用してる理由を教えてほしいいろいろありますけどあの一番は相手のツーセンターバックのからの排球を抑えるためですねあとキーパーまでプレスかけるためワントップだと片方にもボール持たせる時間ができて 結構やっぱこの社会人サッカーレベルだとこのツートップの間を切りながらプレスとかボランチを抑えながらとか複数の役割をやらせるって難しいんですよ練習時間も少ないしツートップはツーセンバを抑えるってなるとキーパーからの配球でサイドバックとかボランチに無理してつながなきゃいけなくなるからそこでまずワンミスを起きてショートカウンターのチャンスあるでしょでバックパスに対してもツートップだとツーセンバを抑えながら行ってキーパーが慌てて蹴るからキックの精度が落ちて高い位置でボールを奪ってショートカウンターできるから。 攻撃機会を増やすために相手から時間を奪うためのツートップですね。だから自分たちが攻撃の時はツートップ縦関係になったりサイド流えたりして、じ本当にツートップの時間っていうのは少ないですね。クロス入ってくる時は逆サイドのウィング入ってくるからスリートップになるし、相手からボール奪う回数を極限まで高めようとすると今の練習時間とか戦術容量を考えるとワントップで後ろ人数を増やすよりもツートップでやらせる方がいいかなって考え方です。 戦術の構成って選手の能力と使える時間と自分たちがサッカーをやるピッチの状況そういうのを全部総合して戦術容量っていうのを決めるのよこのぐらいまでならやらせられるやらせた方が戦力に対して掛け算できるとこの戦術容量が少なすぎても掛け算の数が少なくなるし多すぎるとバーストして元の能力値よりデバフかけじゃん だこの戦術よりどこまでやらせられるかっていうのを設定しなきゃいけない。この要領を決めるのは選手の能力、使える時間、ピッチの環境。複数の役割を持たせると首振りとかも必要になってくるので、プレスの圧力もありますから。そうそうそう。うちだとね、一人一人の判断項目少なくして、その分強度出してるから。だからあんないいサッカーになってるんですよね。<laughs> まあ、選手が走ってくれるからですけどね。本当に戦術的な声かけっていうのは、こっち側がちゃんとデザインしてると少なくて済みますから。 あとは選手が普段から会社とか学校で疲れた日でもちゃんとトレーニングできるかとか今日はさすがにしんどいって日でも寝る前に体幹トレーニング1個できるかどうかとかそこの方が重要だから勝つもう本当に成長のきっかけもそうだしシュワーバー勝つ時勝つきっかけは俺が与えられるし勝ち方っていうのは教えられるけど勝ってるのは選手たちだからあとそれこそねサポーターの人もあんだけ応援してくれるからね 本当だったらここも休んでいいかなってところも,も頑張れって言われると戻ろうってなるからね。それこそさっき来てたケイとかウィングで前行った後にセンターバックの前まで戻ってっていう守備してたから。これも役割明確にしてると今どこ戻ればいいんだろうっていうのが分かんないって状況ないからそれによって1秒早く戻れるから疲れてても1秒早く走り出せたら戻れる距離が違うから失点率が全然変わるみたいな。あとはそれをねこんなやつの元でサッカーやりたくねえよって思われないように僕が常に振る舞っておけるから 最近とかもその準備を早くすると準備遅いと戻んなきゃ走り。前、ま、前行かなきゃってないけど、準備早いと戻るのを早めに済ませるから、マイくプレスで全体連動できるみたいなね。そうだから、常にシャボン選手。でもあのみんなパス回しの時とかさ。自分ボール来る前にたくさん選択肢持っとくみたいな言われるでしょ。まあ、言われない人もいるかもしれないけど、それを守備でもやる感じですね。 スローインになりましたスローインから同サイドにプレスかけますその時に自分が誰につくかっていうのをすぐにあの配置について配置ついたところから休めっていうようなシメオナアトリシク初優勝した時は先日覚えてないでもあんま似てないと思ううちと似てるとこないと思いますようんなんかねあれなんですよそれこそ、まあ、調子乗って聞こえるかもしれないけど調子乗ってるんでそのまま調子乗ってんなって思って聞いてほしいんですけどあの自分が才能ない分野をやってたから 今もやってるし、音楽とかお笑いとかやってるかわかるんないけど、最初真似から入るじゃん。何でも。でもこの前から抜け出すのが才能あると早いんですよ。いろんなところにいいところ。取ってオリジナルにできるから。で、これが僕の場合、あマイプレで全部捕まえに行くのはアルテタがいいな。とか。そうで撤退してクロス対応のところだと。あ、黒田さんのやり方とか。まあ黒田さん別に見つける。前からやってるけどね。 黒田さんもやってたと思ってそっからいい監督だと思うようになったからとかセットプレーの守備のところだと人見ながら落下地点入らせない黒田さんのやつパクったしでビルドアップのやつだと例えば5エリア取るっていうところから5エリアうちは取んないですよでそれなんでかっていうとポゼッションがライン間につけると安定しなくなるからだから根底的なその52532なんだけどこのインサイドハーフがライン間入るよりも 3とウイングバックの間のところいて424みたいになるみたいな感じそうすると外で回してる時間で押し込んで最終的にクロスで決めるとかだからコンテはジルーとかルカクが好きなんですけどみたいなそれぞれの戦術のいいところあてというか4222のマイプレーはあのラングニックからだしねでもラングニックっていうとユナイテッドでうまくいかない期間にラングニックのやつ取り入れたからなんか弱くなりそうだからコアブレイクって名前つけたんで中央を破壊するっていう。 でこれそれぞれのいいところを取ってこれをただやらせたいんじゃないですよ。修羅場の場合はそのうちの場合、ね、笠原君とかがとかントがいろんな選手が僕に意見してくれるし笠原君が「出オさんそれできないですよ」とかあ「それやった方がいいですね」とか言うので「とかこれやりましょう」とか言ってくれてそれで意見を精査して1個戦術くる。でその時の精査するポイントとしては今の環境に適応するかっていうボールつなごうとしてもティーフィールドみたいに硬くてボコボコした芝だとボールつなげないですよ。 でもこの間の深,沢グラ深川グラウンドみたいにふかふかの芝で走るのが疲れるぐらいだったらボールつなぐ方がいいかもしれないみたいな。でそれを「深川グラウンドはこの間1回しか使わないけど基本 T フィールドでやる」とか「基本週2の練習で所沢のフットサルピッチしか使えない」とかってなるとやらせる練習やらせられる戦術ってあの限られてくるから。 で、なと、そんなかがの最適解の後さっき質問してくれたみたいに、ワントップでいろんな守備させるより、ツートップでツーセンターバックを抑えに行った方がいいし、あの、ワンアンカーでインサイドハーグがいろんな動きするより、ダブルボランチでちゃんとディフェンスラインの前守った方がいいし、みたいな。で、フォーバック、ファイブバック使い分けるよりも、フォーバックでちゃんとあの全体がスライドして、足りない時にウィングとかボランチがディフェンスライン戻ってくる方がいいし、みたいな。っていう、どんどん削ってって、 えー、やらせられる戦術ってなると結果誰を真似するとかどこの戦術を真似するってよりここはラングニックここはペップここはアルテタコガクロドさんとかいうふうにやってって言っちゃえばレオザフットボールみたいなサッカーになるしかないでこれここまで行きつけるかどうかって一個一個深く理解した上で自分のチームに合わせられるでこれを見てる理解だけじゃなくて自分がやってる自分のチームの環境に合わせている選手に合わせてやんなきゃいけないじゃないとなんか俺が描きたい絵の絵の具になれみたいなそんな絵の具の色ないのに 選手自体が出,したい出せる色と自分が使いたい色が変わっちゃうから黄色絵の具しかないのに海の,あの絵描くとかきついじゃんなんでそれはこの環境も分かって理想も分かって全部を分かった上で現状の自分も分かった上で出さなきゃいけないからこれがねお笑いだとできなかったのよこれで音楽だと最近できるようになったでも時間かかったすごいでも監督だと1年半ぐらいでできるようになったからでこれがね あのセンスのところになるだから調子乗って聞こえるけど調子乗ってる話ですねだから本格ししねでこのあと配信終わったあとに「なんであんなこと言っちゃったんだろう」つって「もっと謙虚になればよかったのだ」つって「部屋で配信やってるからだ」つって <laughs> みんな部屋で配信やんな方がいいようん外出てったあと「そんな悪い人じゃないっすね」って言われて「いやれ部屋だからなんすよ」つって「<laughs> 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。